はじめましての方は、はじめまして。違う方は、こんにちは。提督のスイカズラです。今回考察していくレシピは、20、30、10、90、です。先のシステムの実装により、制空権を取ることが大変重要になりました。そのため、烈風と爆戦が本当に、必要不可欠な装備となり、しっかりとした数を揃えておきたいと、考え、回してみました。果たして、烈風と爆戦は出てくれるのか、皆様と一緒に見ていきたいと思います。今回の狙いは、烈風と爆戦です。1周年記念イベントとともに、実装された着弾観測というシステムにより、制空権の確保が最重要と、言っても過言ではないほど重要になりました。そのため、現時点で開発できる装備の中で、最も対空を上げることができる烈風と、対空をケアしつつ、攻撃することが可能な、唯一の装備である爆戦を、確保しておかなくてはなりません。ミッドウェイ海戦も控えている状態ですから、この二つには、最低でも2個ずつは来てもらいたいです。さて、また投稿が遅れて申し訳ございません。ちょっと本門派という流派に、所属していたのですが、師匠や先輩方が殺され、仇を探し、いろいろ冒険していたので、遅れてしまいました。かっこいい気持ちいい。皆様、イベント、大変お疲れ様でした。今回、予想されていたミッドウェイではなかったことに、面を食らいましたが、皆さんは、今回のイベント、いかがでしたか？全海域を制覇できたでしょうか？時間が経ってしまいましたが、今回のイベントで、私が感じたことを述べさせていただきます。今回のイベントでは、最初、ゲージ回復なしとか口イベントか、ヌルゲーだな、とか思っていました。しかし、消費資源を考えると、全くそんなことはありませんでした。確かに、難易度的には武蔵イベントほどではないので、想像していたものよりもと、いう感じでした。ただ、E3 と E5 の呪いに完全にやられてしまいました。E3 では、潜水艦の開幕雷撃。どんな陣形や並び順を、いじってみてもダメでした。本当に祈るだけでした。E5 では、2マス目でワンパンマン。あの火力で盾とか、完全に殺しに来てますよね。命中率もやたら良かったですしね。しかも、戦艦呼んで行っていたので、何気に3マス目の潜水でやられるんですよね。せっかく抜けたと思ったところで、スナイプされるので、心に会心の一撃を与えられました。しかし、一番私の心をへし折ったことは、道中などではなく、離島ちゃんを落とすことがなかなかできなかったということです。私、ゲージ削り切ってから、離島ちゃんを落とすまでに、なんと、8時間かかりました。なんなんすかあれ。あれですよあれ。戦艦聖域という、吸引力の変わらない、唯一の姫のことですよ。どんだけ攻撃吸い込めば、綺麗にボスに攻撃が行くんですか。あまりにも吸われすぎて、最終的には、攻撃枚数を増やすために、戦艦を5隻も連れて行って、ようやく落としましたからね。そのせいで、消費がとんでもないことになっていましたよ。終わってみれば、燃料11万、22、弾薬8万、3407、鋼材10万、1477、大きサイト1万5490、バケツ352という消費量でした。はじめはこれだけあった資源が、最終的にはこんな感じになりました。2万でいいのよとか言ってたやつ。嘘をつ。この消費量の8割が、E5 だというからげんなりです。まさに踏んだり蹴ったりでした。二度とやりたくない海域がまた増えました。しっかり準備したつもりでしたが、正直、足りなくなるかもという不安がよぎるほどでした。やっぱり資源は30万まで、
貯めないとダメですね。皆さん、もしイベントに初参加の方がいましたら、30万でいいのよ、と言ってあげてください。今回のイベントの教訓として、どんなに経験しても、やっぱりイベントは恐ろしいと、再度教えられました。そして、しっかりした情報を収集することが、大切だと、つくづく思いました。でも、クリアできてよかったです。運営さんも、提督の皆様も、本当にお疲れ様でした。次のイベントでは、すんなり言ってくれないと、私、泣きそうです。さて、イベント海域の突破報酬ということで、先行配信の装備や幹部姿に入りましたね。E1 では、烈風海が報酬でした。対空12とか強すぎる。複数欲しいですね。今までは、データはあるのに、実装されていないと有名な装備でした。対空インフレを起こしている現状では、かなり嬉しい装備ですよね。E2 では、いつもお世話になっている方も、多い、あの方、証でしたね。工作艦ということで、証ならではの特殊能力を持っていましたね。機関に置くと、消耗下の艦ムスを修理できるということで、演習が証一色に。E3 では、天津風でした。頭に大人のおもちゃをつけていたことで、とても話題に。E4 では、新型高温高圧艦。天津風を改装すると持ってくるため、最大で2個手に入ります。E5 では、坂は、阿賀の姉妹の最後を飾る艦であり、独特な口調、ピュン、から、ピュンピュン教という新興宗教が、発足され、人気が高まっています。どの艦ムスも可愛らしく、新たに嫁を変えたなんて方もいたと思います。皆様は、どの子が気に入りましたか？そういえば、イベントとともに、システムが大幅に変わり、随分快適になりましたね。読み込み、戦闘と、非常にスピーディーになり、もう以前の速度には戻れそうにないですね。戦闘では、速度だけではなく、弾着艦速により、戦闘が恐ろしく変わりました。どのくらい変わったのかというと、烈火の炎の初期と末期の、絵柄ぐらい変わりましたよね。弾着艦速の実装により、観測機などが接触すると、昼の戦闘でもカットインや、連撃ができるようになりました。連撃の方が安定して、大きなダメージを与えることができます。いくつかの組み合わせがあるらしいですが、四方にをベースにした方が出やすくなるということで、副方が3杯扱いされるようになってしまいましたね。私もただあまり状態なので、60個ほどある 15.5 副方の行方を検討中です。廃棄するにはもったいないけど、さすがに多すぎるから悩みどころです。それに、まだ使える装備だと思いますし、扱いに困ります。流星や紫電なんかも廃棄しづらいですよね。だいぶ余ってきているのに、どうしても躊躇してしまいます。副砲とは逆に、今まで3敗だった偵察機と、観測機が重要すぎる装備になりましたね。観測機レシピを回しておいて、よかったです。まだ数が足らないので、地道に作っておきたいですね。それと、鉄鋼弾の価値も上がりましたよね。鉄鋼弾を装備してカットインが、発生した場合、1.5 倍になるらしいですね。鉄鋼弾といい爆戦や、偵察機といい、今まで必要性の低い装備が、いきなり重要になったりすることもあるので、装備は幅広く開発しておくことが、重要だと感じました。これを機に、皆様も、装備を充実させてみてはいかがでしょうか。そして、もしよろしければ、この動画だけではなく、私の他の動画を参考にしていただければ、幸いです。このあたりで、コメント返しをしていきます。コメント1。手話継ぎアプでの新規艦ムス、海藻含む、たちの中でどの娘が、一番お気に入りになりますか？トネさんです。すごく可愛くなりましたよね。はっきり言いますと、あまり好きではない艦ムスでした。しかし、買いになって、一気に好きになりました。今まで放置していてごめんね。ついでに、イベント全体では、公安定期ちゃんが最高に、好きです。次。コメント2。足柄さんの初めてもらっちゃったね。などの足柄さん米。足柄は俺の嫁。
というわけで、皆さん、足柄さんに手を出したらダメよ。次。コメントさん。ソナーレシピはすごく参考になりました。ありがとうございます。こちらこそ、ご視聴、ありがとうございます。そう言っていただけると大変嬉しいのですが、あれはリクエストレシピなので、私が考えたものじゃないんで、複雑です。感謝の言葉を送るなら、20、60、10、190で、ソナーレシピをリクエストくださった方に、お願いします。まだ見ていてくだされば嬉しいんですが、いるかな？コメント4。観測機で寝よう。作成率を、調べたところ、2.3% 程度らしいです。前回のレシピを、回す前は、先に回した方から、結構出たよと聞いていたので、100回で5個くらい出ると、思っていました。結構出づらいですね。偵察機と観測機は今まで、参拝装備だったんですが、ここに来て重要な装備へと変わり、数が必要なので、ちょっと大変かもしれないですね。以上です。コメント、ありがとうございました。100回分を見ていただいたわけですが、実は、録画していたにもかかわらず、カウントしていなかったというミスを、犯し、取り直していました。現在ご覧いただいているものが、カウントし忘れ分になります。つまり、今回は、カウントし忘れ分と、本編の100回分を合わせて、全部で105回回したことになります。申し訳ございません。結果発表に移ります。今回はこのような結果になりました。最近、いまいちな開発結果だったのですが、今回はとてもいい結果になってくれました。予想よりもはるかに狙ったものが、来てくれましたので、大満足です。それでは、一つずつ結果を見ていきましょう。まずは干ばつから。狙いの爆線が4つも来てくれたことが、大変嬉しく思います。これから何かと必要になってくる装備だと考えていますので、これは大きな成果です。そして、水星光も2つ出てくれていますし、いい結果を出せたと思います。次は感染です。真っ先に目につくことがありますね。そう、烈風の個数です。烈風4とはたまげたなぁ。今までの動画を見てくださった方ならお分かりかと思いますが、我が陳述では、烈風がなかなか出てくれずに、大変苦い思いをしたという経験があります。なぜか自然界にはよく来てくれましたが。そんな私に烈風が4ですか。これは素晴らしいですね。そもそも、烈風の作成確率が、約 2% 程度と言われていますので、それを考えても、いい結果を残すことができました。最後に失敗率についてです。思ったより少ないですね。烈風の理論値を回していたことがあったのですが、このレシピよりはるかに失敗していたように、思います。観光の分を失敗に回せれば、もっと嬉しいですね。というわけで、今回の評価は、S、です。爆線、烈風ともに4つずつと、狙ったものが、予想よりも多く出てくれましたからね。申し分ないでしょう。今回は、かなり有用なレシピでしたね。このレシピに興味を持った方は、回してみてはいかがでしょうか。それでは、ご視聴、ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。いつものように、主要なドロップ感を紹介していきます。じゃない。おとなしいじゃん。褒めて褒めて。初めのステージ2番から急所着任してみました。よろしくどうぞ。君の活躍を見せてきます。そんな。誰
い気持ちじゃないわね。また頑張ります。私が戦艦ナガトだ。よろしく頼むぞ。違った。敵戦艦との殴り合いなら任せておけ。ハチと呼んでくださいね。テイト君、谷風だよ。これからお世話になるね。はい、だいたいイオンを80周ぐらい掘りましたが、半分の40回ほどでやめておけばよかったです。43回目で谷風が出たのですが、谷風が出るまでに欲しいカンムスがすべて出ていて、以降は蜂が3隻だけしか出ませんでした。その蜂でさえ、最終的には、どうでもよくなり、ダメコンとバケツを消費しただけになってしまいました。あと2隻ミクマが欲しかったのですが、欲張らなければよかった。しかし、谷風が出てよかったです。イベント面白かったですね。次のイベントでは、どんなカンムスが実装されるのか、とても楽しみです。